はい、どうもいつもゆるっとマイペース、バーチャルユーチューバーの矢守ふみでーす。よろしくお願いしまーす。あー、今日もリボンは元気だね。ま、いいや。ほい。さて、本日は初ゲーム実況、こちら休むな、八分音符ちゃん、こちらのゲームやっていこうと思います。ですね、このゲームは声で操作する系のゲームです。例えば声であーって言うと、この八分音符ちゃんがピョンってジャンプしながら進んでいって、でスタートからゴールまでその跳ねながら進んでゴールするっていう、そういうゲームです。さて、でですね、このゲーム普通にやるよりはやっぱり縛りを入れた方が楽しくなるよねってことで、全部しりとりでやってみたいと思います。そう、しりとりのり、りんご、ごまって、このしりとりの単語だけを話して八分音符ちゃんを進めていこうと思います。このね、ゆるーくゆるゆるととか自分で言ってる割に自分でハードルを上げていくの、何なんでしょうね。それじゃあやってみよう、レッツゴー。よーし、じゃあルゼメで行ってみよう。ルゼメで行ってみよう。しりとりにはいくつかのテクニックがある。例えば、言葉の最後、るや、ふなど、返しづらい単語を選ぶ。これを行うことで、しりとりを有利に進められる。これを、ルゼメ、ルゼメなどと言う。ただし、これが有効なのは、二人以上でしりとりをやった場合。なぜ彼女は、一人しりとりで、ルゼメを始めたのか。バカなのか。ルーマニア。アヒル。ループ。プール。ルー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 ルほら、詰まったルー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 ル。ご視聴ありがとうございました。もし少しでも好きになってくれたら、ぜひぜひチャンネル登録してみてください。Twitter もやってますので、よろしければフォローお願いいたします。はい、では次回もゆるりとお会いいたしましょう。矢守ふみでした。バイバーイ。